てくるね。上空には灰色の空が広がる東京レース場。天気はなんとか持ちこたえ、両馬場の発表です。天気持ってくれるといいですね。現在1番人気は待機シャトル、続く2番人気はサイレンス鈴鹿、注目のライズシャワー、5枠10番での出走。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはサイレンス鈴鹿、2番ライスシャワー、期待通りの結果を出せるか。1番人気待機シャトル、サイレンス鈴鹿快調に飛ばしていきます。先頭を行ったのはサイレンス鈴鹿、続いて2番、激しい先頭争い、さらにグラスワンダー、さらには6番、2馬身3馬身開いてライスシャワー、待機シャトル並んできた、3馬身離れて5番、その外並んで11番、差がなく9番、外から外から14番、8番、並んできた18番、並んでくる内を回って4番、16番、並んできた少し後ろから12番、内から内から7番、後方2番手に17番、大欅を越え4コーナーへ。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。勝負は最後の直線に持ち越された。さあ外から先頭を疑うのは6番、待機シャトル、内で様子を伺う、ライスシャワー前を狙っているぞ、待機シャトルまだ抑えたままだ。最後のコーナー、最初に立ち上がったのはサイレンス鈴鹿、並んでくるグラスワンダー、残り400、飛び込んできたグラスワンダー、サイレンス鈴鹿、6番、グラスワンダー、三つどもえの戦いです。抜け出したのはサイレンス鈴鹿、だが後続も追いすがる、200を通過、グラスワンダー足色は衰えない、熾烈なデッドヒート、食い下がる6番、グラスワンダー、わずかにリード、グラスワンダー今ゴールイン、グラスワンダー見事に制しました。2着には6番、3着サイレンス鈴鹿。